どうも、バロンザーマスです。今回ですね、ザーマスチャンネルブログの方を立ち上げさせていただきました。メインチャンネルのザーマスチャンネル、そしてザーマス取材チャンネル、そして株式投資参謀本部とサブチャンネルも2つございますので、よかったら最新情報の方はね、こちらの方を使って見てもらえたらと思います。まあ、日々のね、活動のことを書いておりますので、よかったらご覧ください。それでは本編入ります。最後までよろしくお願いします。どうもおはようございます。おはようございます。はい、皆さん、よくご存知、ザーマスチャンネルのテストドライバー、小林さんですね。小林さんどうも今日はよろしくお願いします。お願いいたします。本日乗る、試乗車、何でしたっけ？ GX81 クレスタ。クレスタですね。ちょっと専門家なんでね、よく知ってらっしゃるから。はい、クレスタについてちょっと解説してもらっていいですか、この車。そうですね、クレスタの3代目のね、昭和63年から作られた車ですね。はいはい、ちょうどバブル期の一番ね、はい、人気のあった、一番売れた、はい、マーク2シリーズの3兄弟の1台。1台ですね。うん、この、内装からマルーンとかどうですか？マルーンはね、はい、本来は茶色が、はい、標準なんですけど、その先代のね、71がこのマルーンの色であったんで、はい、多分、前のオーナーさんは多分、こう指定してね、選ばはったんだと思うんですけど。こだわりと。ね。その中でも、クレスタのエクシードっていうのは、なんかいろいろ特別使用者とか出たんですね。そうですね、トヨタのね、よくね、CR、特別使用者の、ね、はい、一つで、こう、デジパネが特別装備だったり、はい、ね、外観がちょっと違ったりとか、はい、いろんなところでね、特別装備がされてるんで。うん、そうですね。だからなかなかこだわり派っていうことですね。そうですね。ということは、クレッサ、スーパールーセントが主流なんですか？エクシードの方がちょっと違う感じなんですか？主流がスーパールーセントで、スーパールーセントに対して、はい、上級グレードの装備を、こう、厳選して、こう、お買い得に、こう、ね、設けられた特別車種。ああ、ということですね。そういうことですね。はい。はい。ということで、車の歴史はそこをここにしてですね、はい、いよいよ市場に参りたいと思います。はい、今、実際乗り込んだ感じどうですか？なんか懐かしい感じしますよね。懐かしい。色味といい、このね、囲まれ感といいね。囲まれ感ですね。そうですね、まあ、大きい小林さんからしたら、ちょっと小さいぐらいですね、この時代の車ってやっぱり。そうですね、大きく感じたんですけど、今の車の感覚見たら、コンパクトに感じますよね。だって、天井高見たら、頭も、ほら、だいぶ上に来てる。そうですよね。そう考えたら、ちょっと小さいのかもしれませんね。で、あとなんか、そうですね、他になんかお気づきの点とか、このクレスタの。やっぱりね、バブル期の車だけあってもね、もう見た目でも豪華な感じしますよね。今にないと。はい、わかりました。じゃあ、はい、早速運転したいということで。はい。はい、発車してください。はい、レーンにかけます。はい。いいですね、1G エンジンが。1G、そうですね。これはもう。期待通りですね。デジパネがね、いいですよね。どうぞ、好きなだけ、乗ってください。ほら、いつものパターンだから、ちゃんと喋りましょうね、まだ。苦手では通されません。これ、視聴されてる方が、小林さんを信じて、話聞くんだよな。はい、わかりました。じゃあどうぞ、楽しみつつどうぞ。はい、出発します。はい。さあ、いよいよ車は出発いたしました。本日、大阪は晴れでございます。いい天気ですね。ちなみに、テストドライバーの小林先生はここ茨城高槻をよくご存知の方なので、道路については心配なく、このクレスタの市場にふさわしい、ルートを選んでくださると信じております。はい、はい、止まってるだけ喋れるかな。どうですか、はい、走り出しは。やっぱりね、こう。角張ったボディだからすごく見切りがいいんですよね。ボンネットの四隅がすごく分かりやすい。いや、前の 190B も同じことされてましたよ、この場所で。でもね、こうやはりね、このサイドのね、マーカーがすごく見やすくて、運転しやすそうな感じ。マーカー大事なんですね。あれね、ちゃんと両方光るんですけど、あれってそのマーカー自体が光ってないの知ってます？ポジション級のランプから管がついてて、その余り光が上に上がってくるんですよ。あ、そうなんですか。あれ自体が時効してないんですよ。あ、そうなんですか。やった、初めて小林先生や山田先生上行った気がする。この2人が知らんことなんかあんねやと思ってましたけど、やっぱそれはもうオーナーさんでないからね、わからない。ああ、そうですね。まあ、整備でもそんなことしたことないでしょ、ここの電気つけてとか。ああ、ここはないですね。そうなんですよね。ちなみに今日テストドライバーの小林先生はなんとこの当時の、クレスターのエクシードの、パンフレットをご寄付いただきました。もう視聴されてこの車のオーナーになる方はその当時もですよね。当時もですね。小林先生よりプレゼントということなんで、はいはい、よかったらもらってください。はい、で実際直線とかどうですか。やっぱりね乗り心地がすごくいいですよね。そうですね。わって感じでね。出た。またお月になる紳士の小林先生でございます。歩行者優先ね、さすがテストドライバー。立て続けで申し訳ないんですけど、はい、どうですか。他に何か乗っててお気づきの点とか、逆にいいなとか、こんなんだったっけとか。そうですね。久しぶりにこのね 1G のエンジンの車乗ったんですけど、やっぱり音がいいですよね。はい、ああ、確かにね。というね6気筒独特のね音が。そうですね。たまたまあれなんですけどね、その洗車、最後エンジンの洗車をした時に、プラグコードの異常に気づいて、6本とも変えちゃったんですよ。ですから今のところ6気筒とも全部絶好調と、トヨタさんよりお墨付きをいただいております。一番調子のいい状態なんですね。そうです。踏み込んでくれていいぞって言ってましたよ。うなるんですよね、これ。ね、こうね、こうファンと一緒に回ってる音がね、こういいんですよね、この車。なるほど。車マニアの人だと、この音も気になるみたいなんですけども。ちょっと正面を撮ってみましょう。今日いい天気ですね。いい天気ですね、小春日和でね。前回はね、雨降ってたんで、ちょっとね、あれだったんですけど、今回はいい天気で。よかった。いや、雨のおかげで良かったんですよ。雨漏りに気づいたから、運転席がウェザーストリップ。やっぱ時には雨天でも走らせなダメですね。この車とかもね、そのウェザーストリップがゴム関係って言ったら傷んでるはずなんでね。雨漏りしてる場合は交換せなダメですからね。気づかないこともあるんですけど、小林先生のおかげで気づくことができました。よかったです。今日はまあ晴れやから気持ちよく走れるのか。そうですね。いいですね、このなんかちょっとふわっとした感じのね、ソフトの乗り心地が。ソフトの乗り心地。そうですね。本当にいなす感じですよね。ぽよんってね。ね、ガチガチでね、よくこうキレのにいいハンドルの車なんかもいいんですけど、ちょっとゆったりとふわっとこうちょっとした段差もふわっとこの乗り心地を超えてくれる感じがいいですよね。なかなか綺麗ですね。はい、そうなんですよ。これは約4万キロのね、宝石ですよ、ほら。まあ、それは探せば、色あせとか、めくれとかね、少しずつ出てはいると思うんですけど、全く触らなくてもいい状態ですね。あと、シートが綺麗でしょ。ね、運転席以外はほぼ、傷そのものがないというね。この色ね、結構色あせしやすいような色あせ、ね、色なんですけど、すごく。マルーンのね、濃い色が残ってますよね。で、ダッシュボードも割れなしですからね。その辺ね、よく変形するんですけどね。変形も最小限で。そうなんです。ようこんな綺麗な状態で残ってましたよね。よく生き残る。まあ、これが大事にされた証拠なんですよね。その代わり6年間寝かした分、サビの方は対策ができてなかったということになります。本当に一番がいいですね。パッパッパッパってこう、そうですね、上がったり下がったりするのが、その今よりその精度が欠けるとこもなかなか可愛らしいって、今バチバチって感じじゃないですか。この頃はもっとやんわりやな、多分タイヤの回転数とか多分センサーで拾ってるので、だから急に減速するとついてこなかったりしますから。見た目はデジタルですけどね、アナログチックな感じがね。あ、そうかな。まあまだアナログ時代ですよね。この頃まだ普通にハリメーターで全部ね動いてたから、わざわざデジタルパネルしただけでね、言われてみればそうやな。ね、このオートメーターなんかもね、音だけがこの昔のねダイヤル式でね、そうですね、このデジタルメーターに憧れたんですよね。みんな憧れましたね。近代装備やと思ったね、あれがね。当時の流行りだったんでしょうかね。静岡さんもね、山田さんも大好きなんですよね。車変態山田さんですか。もうあの人と小林さんが喋ってるのって本当に永遠に喋れますよね、2人でね車談義はつけないんですよね。そんなに車好きっていうのがこうすごいよな。でもね、もうこうやって小沢さんのおかげでいろんな車乗せていただけるんだからありがたいですよ。いやいやいや、とんでもないです。その回テストドライブいつもね付き合ってもらってありがとうございますもう喋り全然ダメですけどね。ちょっと頑張ってくださいそこはもうその実直な小林さんにお任せする以上、小林さんも少し成長していただいたら、なんかあの人ええこと言うなぐらいの決め台詞をちょっとね、そろそろ用意できる男になってください。そうですね、いろいろちょっとね考えながら来るんですけどね、上がってしまうんですよね。いや、いいんです、いいんですよ、こういう名車再生を見ておられる方は自分でも感じておられるので、ね、お前らちゃんと喋るよなんて思わないですから、伝わりますから、小林さんがこうじんわり喜んでんのとかもうこの時代にこうね、もう GX81 してもらえたら本当もうありがたいことですよ。もう昔は山ほど見たのにね。そうですね。もう今回はでも日本の風景の一部でしたからね。あ、日本のうまい。日本はそうやな。だからチェイサーマーク2くらいどれかはいましたもんね、どっかに。どの場面でも。団地なんかもね、駐車場にね。マーク2が2台おってね、チェイサーが1台おって、クレスタが1台おって、そんな感じですもんね。そうですよね。どこ行っちゃったんかな。あんな感じてたんですけどね。だから小林さん、僕はね同級生なんであれですけど、普通にこれ僕らが免許取った頃って30、40万も払えば、いやどれでも買えたぐらいいっぱいありましたね、中古車で。誰か乗ってましたもんね。乗ってました。僕も父がねこの同じクレスターなんですけど。いやでもね、これ出た時は本当にもうすごくね羨ましかったんですよね。これなんか。ね、父親乗ってくれへんかな、買ってくれへんかと思ってましたけどね。キースカイラインをねだるというね。そこも面白いですよね。でも僕とかは父がこの81の同じクレスターで、教習所はマーク2やったんです。友達チェイサー乗ってる。だから全部乗って、まあどれもいいよねで終わってしまうぐらい乗る機会が多い珍しい車ですね、若い頃に。もはやね、もうカローラよりも売れたっていうね、いうぐらいの車ですからね。カローラとかやっぱ仕事では乗ったけど、乗ってる友達はいなかったですかね。カローラワゴンぐらいいたかな。つまりはこういうね、3兄弟はどれも名車といいますか。日本の風景の一部いいこと言うな。いやいや、本当にその通りだと思いますよ。どこ行ってもね、止まってましたもんね。いや、そうですよね。本当になんか変な愛着ありますもん、僕も。父が乗ってたっていうだけでね、深い意味もないけどって。さあ、いよいよテストドライバー小林さんは大好きな三角部をね走りたいのか、まあ同じパターンでここ好きねってかなりねロールするルートを選ばれましたね。まあまあ頑強なんで大丈夫ですよ。そうですね、その山道走らんとこうワンジを吹かせないですもんね、ぐっとね力強く。山の方に行ってみましょうか。すいません、ついでなんですけど、その6気筒エンジンのいいとこだけちょっと解説もらっていいですか。やっぱり4気筒と比べてやっぱりね、まあ振動がねちっちゃい分スムーズですし、僕は何も音が好きですね。ちょっと力強く感じる、低めのね音がね、ボーっていう音が。手間かかってるってわけですもんね。4気筒やと1気筒あたり 500cc 分みたいな感じになりますけど、6気筒やったら分割されてますね、この後。まあ4気筒は4気筒でね、4気筒に比べてトルクが出やすいとか燃費がいいとか、そういうメリットはねあるんでしょうけど、高級車とはねやっぱり6気筒があってこそと思ったりしますよね。なるほどね。それぞれの楽しみ方が4気筒にも6気筒にもあると。エンジンを選ぶっていう時代でしたよね、この頃ってね。そうですね。1800、2000、2500もあったんかな、最後。そうですね。それに加えましてね、ツインターボがあったり、スーパーチャージャーがあったりですね。そうですね。いろいろ。ツインカム24があったりとかね、すごくエンジンが豊富な車でしたよね。なるほど。あ、じゃあ実際この激しめの山道、峠道を選ばれた。先生ですけども、スムーズでいいですよ。もうこれ過不足ないですよね。ので官能性能とか そこまでは、ね、ないんでしょうけど、うん、こう黒子に徹したようなねこう実用的な感じが出てきますよね。実用性100点でしょうね。そんなに回転回さなくてもねこう。そうですね。例えばほら今の軽自動車って優秀じゃないですか。ね、よく乗る機会ありますけど、さすがにこういうね峠坂道系だけは一歩やっぱエンジンが大きい方がいいなって唯一思うとこでしょ。そうですよね。でそれをやっぱこう2000ぐらいだったらどこでも悩まず走れるっていいですよね。そうですね。高速道路でねやっぱりこう排気量大きい方がね楽ですし。そうですよね。セダンの特徴かもしれないけどね、今セダンって減りましたからね。そうですね。今ワンボックスの時代なんですね。荷物と人が分けれるっていうことで、今逆に皆さん車に乗ってキムチを買いに行くんですからね。マクドナルド食べるお子さんもいるでしょうし、まあそうですね、結構匂い残るでしょう。まあそうですよね。さすがにね子供に食べんじゃねえなんて言わないでしょうから、食べてもらうんでしょうけど。この車やったらねトランクに入れれますもんね。あとで食べようね開けられへんみたいなまあそれをねもうセダンのね一番の魅力というバスが来ましたね、はい、でもこの頃のセダンはかっこよかったですよね。どれもね姿がねシルエットはまずいいですもんね、特にねこう GX81 はロングノーズにね長いトランク、はい、そしてちょっとね小ぶりなキャビンでスタイルがね抜群にいいんですよね。ああそうか、そうですね。確かにこのノーズは特に長いから、うちのスタッフも嫌がりますからね、この車乗ると駐車するのが面倒くさいって言ってね。その分ね、すごく右にいいからいいんですけどね、なんか先っちょがどこまであるかわからない車が最近多い中、すごくわかりやすい。そうですよね。個人的にはすごく運転しやすいと思うんですけど、やっぱり長いから、まあ、最近長い車ないですもんね。ないですもんね。みんな丸みを帯びて前削ってますからね。まあね、もうどうしてもキャビンをね大きくしないといけないので。横から見たらこう、ね、こう曲線でねこうちょっとねだらっとした感じの、ね、ラインになってしまうんですけど、このクレスタはもうねこう富士山のような感じのキャビンでねすごくかっこいいんですよね。ああなるほど、そういうことか。いや見た目も大事ですよね、車って大事だと思いますよ。そうか、車をめでる人ら趣味とかね、愛してる人らがするとこのスタイルっていうものもね選ぶ理由の一つに大きく変わっていきますもんね。もちろんね、まあ、個人のね好みがあるからね、もうなんですけど、個人的なね理由としてもう間もなく多分折り返し地点到着しそうな雰囲気ですけども、ね、実際機関面はもう完全に豊田さんのお墨付きの絶好調、損傷箇所ゼロというところまで来ましたけど、良かったですか？良かったですね。ちゃんと当時のものが生き残ってるはずなんです、全てね。もうこれまだ5年10年と乗れそうな感じでなんかいいですよね。そうですね。そういうメンテはさせていただきました。でまあこれ仕事でも使える車でしょ。全然ね営業の人たちもこれ乗ったらいいのにと。飽きこないしね。いや最高の営業者だと思いますよ。昔はあったのにね。ここは有名な萩谷公園でございます。萩谷総合公園。折り返し今度は下り坂ですね。今度はエンジンの音よりかはブレーキングとかですか。そうですね。なるほど。はい。さすがテストドライバーさん、こだわりがあるんですね。これ、エンジンの音を楽しんだらこの制動性を調べるそうですけども。分ぐらいしかかけないですけど、ね、いやもうそれもあのね全くどこもいないとこあるね。もうこれもうしょっちゅう帰って踏むんですよ皆さん。ただあれですよ、視聴者の皆さんの中からやっぱりこの81はいいよねっていう人とか、あとチェイサーに今もお乗りで、マフラーをね、いや同じく分解塗装を頼んであかんくて、新品見つからなくて、でだったら自分で塗装してやるって言ってね、耐熱塗装した人とか、まあたくさんね愛好家の皆さんも多く生息されているという。やっぱそのぐらい魅力ある車なんですね。魅力あると思いますよ。まあね、もう80年代のね、もう代表するような車ですからね。あ、そうか。なるほどね。この車のね、好きな人はもうこの車が一番好きだとね、思いますよね。替えが利かないってことですね。そうですね。もう多分二度とね、このようなフォルムの車出ないでしょうからね。あ、そうですね。次はもう電気自動車の時代ですからね。こんなアナログメーターとかスイッチ類なんかこんなにいらないですよね。今タッチパネルですよね。そうですね。でもボスリースイッチがいいんですよね。そうだ。うちのお袋もこれだったら押せますからね。わかりますよね。説明書なしで機能を使えると。で何よりすごいのはこれエアコンがめちゃくちゃ効くんですよね。もう特にクーラー。やっぱ設備もいいですよね。寒っていうぐらい冷えますからね。昔のねクーラーのガスの方がよく冷えますよね。ね、まあ今もねそれが使えるのがありがたいですよね。そうなんや。いいな、味があって。味がある。ブレーキもね、不足なく。はい。おそらくねフル乗車しても全然よく効くんじゃないでしょうかね。はい。そうですね。この車はもうね車検も取ってますんで2年間みっちり楽しんでいただけると思うんですけど、いやちょっと欲しくなりますねこれね。これはねなかなか、いや本当になんかさっきも言いましたけど全然売れんでいいんですよ。もうめっちゃ再生終わりますけどこれ毎回にしますから、ね、もうこのままもういや僕はもう仕事に使おうかなとか、多分ストレス感じないと思うよこの車乗ってたら。ボケーって運転して。で特に何を考えなくてもね、そうですね。疲れている時でも、はい、本当にそうです。もう黒子に徹してね、運転してね、こう動いてくれるんで、そうですね。いいと思いますけどね。じゃ毎日乗りたい車なんですね。この車、飽きが来ないんで、乗り心地もいいしね。はい、本当です。まあコンビニ行くとね、やっぱりおじちゃんたちに声かけられますね。はい。僕より目上の60ぐらいのおじちゃんたちが。何それお父さんの車とか言って、まあ世代的にただどうしたんこれって言って、いや僕の車ですよって、懐かしいなって、で小林さんと一緒です。みんな目キラキラしてちょっと中を見せてくれって言うと思い出すんでしょうね。いやその気持ちはすごくわかりますね。中だけ見せてってね、たまにねこの形の車ね見るとやっぱり胸を折ってしまいますもんね。ね大事に扱ってるかどうかって見たらわかりますからね皆さんもね。ちょっと昔を思い出すんではないでしょうか。実際峠の下りの方はどうですか。扱いやすいですよ。扱いやすい。エンジンブレーキもよくつきますしね。ブレーキの感覚とかもいい感じですか。いい感じです。でもわざとギア落としたりしてなんか遊んではるんですよ。まあ市場チックなんでいろいろいいんですけど、小林先生いろいろ見つけてくれますからね。やっぱね。僕以外のチェックがそのディーラーさんとかだけじゃなくて小林さんを見てくれることでね、僕はすごく安心してるんですけど。大したこと見つけられないですけど。そんなことないですよ。だってやっぱりチェックは多ければ多いほどほら先入観もあるから、ここまで直して壊れんでしょっていう場合もあるんでね。今のところ問題なしですね。今回はさすがこれ国産って言った方がいいんかな。日本車の凄さなんですかね。言うこと素直に聞く。ね、そういう安心感がありますよね。間違いないな。でちなみにこの車は、今回、11月の19日土曜日にですね、高槻市は安間遺跡公園で、私が MC を担当しております、ジャパニーズネオクラシックカーフェスティバルの展示車として選ばれております。これは当日ね皆さん見ることができると。去年は GX81 は並んでなかったです。ゼロでした。きっと注目またね。でしょうね。そうだ、クジラのクラウンさんが1台来たかな。やっぱ70年代でやっぱ生き残ってるのいるんですけど、80手前ぐらいかな。トヨタは少なかったんですよ。スープラもソアラもいなかったし、で新型の展示車が1台だけね、スープラのトヨタさんが出してくれたんだって、とんでもないモンスターみたいな日産とイスズが異常に強かったですね、80年代90年代は、乗ってるっていう意味だよね。もしね81がねこの車時代だけだったらすごく注目ね。そうですね、懐かしいって言ってほしいですね。かっこいいとかよりも、ああお父さん思い出すとかね、田舎の旅行って当時はほら高速道路乗って帰ったじゃないですか、墓参りとか、渋滞60キロとかありましたよね45キロとか東名高速、考えただけもゾッとするね。あれみんな行ってましたもんね、車で。あれなんでやったんやろうな、懐かしいよね。うちの親父なんかイラチやから深夜に出るんですよね、やっぱあいつね。そうですね、お盆の11日の夜10時出発なみたいな。走ったのがね、効率いいですもんね。はい。でも帰りはね、東京とかで詰まってイライラして、飯行くぞ飯って車止めても。関西の人間からしたらですね、もう首都圏の渋滞ってすごくね、もう桁違いに。そうですね。まあ当時ほら新名神とか新東名もなんもないですからね。そういう意味でも懐かしいのを思い出すのはクレスタなんですけど。まあそろそろね、まとめに入っていきたいと思うんですが、実際試乗して、この GX81 のクレスタ、どうですか？ね、やっぱりこう懐かしいこうね気持ちに浸れる車ですよね。うん、特にこの車色が丸いんでね、すごく、個人的に懐かしい感じがしますね。うん、あとスタイルですね。スタイル。多分ねこの形の車も二度と出てこないと思うんで。まあスタイルはね、まあやっぱりこう個人的なね好みがあるんであれなんですけど。形が好きな人は、きっと多いんじゃないですかね。こう日本人の近世に触れるようなそんな感じがしますけどね。若い方はね、もう新鮮に映るんじゃないですかね。あ、逆にね、今にはない形ですもんね。こう奥ゆかしい感じが、奥ゆかしい。日本らしさ。ですかね、いやもう終わるんかい、ちょっと師匠、まあこう普通の感想を今いっぱい言ってくださったんですけど、でもねこの個体を次ね、手にされる方はすごく状態がいいんで満足されると思いますよ。内装も綺麗ですし、まあこれからまあね手に入れた方、外装気になるとこまたねちびちびやっていくのも楽しいかもしれません。このまま乗り続けてね、とりあえず2年間ね。いいファミリーカーになると思うんですけどね。ファミリーとしても使えるから、モーターファミリーカーですもんね。なるほどね。今これでファミリーで乗ってるとかっこいいんじゃないですか。かっこいいですね。後ろにチャイルドシートつけてね、もらえてもいいかと思いますしね。もういろいろ宣伝までしていただいたら。はい、まあそういうわけですね。今回の試乗は GX81 のクレスタ。テストドライバー小林先生による動画解説でございました。どうも先生ありがとうございました。ありがとうございました。終わりました。いやまたあれでだんだん上がっていきましたね。緊張感、運転楽しんでるのに喋んなきゃっていう方はやっぱ追い詰められちゃうんで。ですね。ちょっとエアコンいいですか？はいはい。暑かった。よくぞ我慢してくださいました。今日めちゃくちゃええ天気やから。ええ天気ですかね。はい。あるんだ最高。やっぱ色なんですね。しっくりくるんですね。ちょっとエアコンがめっちゃ効くねんな。エアコンよく効きますよね。昔のガスはね。旧ガスはね。今もあれですからね。補給してもらえますからね。旧ガスは寒いくらいによく効きますよね。寒いですよ。あっちゅう間ですから。何週間でも25度にしとったら寒いくらいですからね。そう。いやね、夏助かったんですよ。本当に。カバーばっかかけてたけどガレージで。この車ガス漏れもせんと。いいですよね。そうです。ちゃんと聞いた。まあね、まだ3万9000円。